ひなだるまとマイカだるまがふくふくちゅるちゅるだるまスクイーズを見つけてきました。ティアラチャンネル。じゃあ開けていこう。うん、開けていきます。何種類？ちょっと待って、中にね、つぶつぶみたいなのが入っていて、ちょっと開けます。今見たんですけど、だるまのこっちは目があるんです。こっちだけ目がないんです。そう、なんかね、なんでだるまって片方だけ、うん、かわいい。なんか、あ、気持ちいい。ブニ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 しとるよ。赤だるま、黄色だるま、緑だるま、青だるま、紫だるま。触っていきます。気持ちいい。あ、気持ちいい。なんかね、ジェルがね、逃げていくのがわかるよ。プニプニしてる。超気持ちいい。あ、だるまの顔が見える。これね、片方ね、目がないのね、なんか運が叶ってから塗るって。そう、今さっき言っとった。ちょっと見てください。いきますよ。いやー、なんかすっごい顔がね、変なことになってる。ほら、伸びとる。いくよ。あ、見て、顔がね、だるまでかくなった。なんかだるまの顔、なんかね、色が薄くなるとって。いきます。いきます。ぐわ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 。あー、おー、レンダ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 。リンダリンダ、手が手がリンダリンダ。これね、よくくっつく。あー、逃げていかないで。ということで、ふくふくちゅるちゅるだるまスクイーズを紹介しました。ちゅるちゅる系スクイーズ好きにはたまらない商品となっております。かわいい。触りすぎにはね。しかもかわいい。触りすぎには注意。